はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、妖怪メダル三国志統一桜ニュータウンです。はい、では早速開けていきましょう。おい、はい、こちらがですね、パッケージですね。はい、はい、こちらは2016年4月9日本日発売ですね。はい、それをボックス買いしてきました。はい、では開けていきましょう。はい、記念すべき1パック目。はい、吹雪姫少卿。はい、はい、とと小間次郎尊賢。おお、いいの出たね。ホロだ。ホロ、うん、やった、イエーイ。2パック目、ロモニア F 型超運。はい、おい、ととヌエバチョ。はい、はい、かぶってない。3パック目、ウソピョンチューダース。おお、やったととカッパカコートン。カッパカコートン。4パック目、おお、これレジェンド、ジバニャンリュービー。武将レジェンドのジバニャンリュービーが、やったね。出た出た出たすごいすごい、うん、とひもじいコーチュー。5パック目、はい、かぶっちゃいました。吹雪姫だね、かぶっちゃったね、はい、とあーロブニャン F 型、これもかぶった、うん、6パック目、ナマハゲ長領。はい、とカラクリ弁慶天衣。はい、はい、7パック目、はい、メラメライオン超飛。はい、とホロメダルと生ハゲか、はい、被ったね。8パック目、大釜炎術だって。はい、とと釣られたろまるカンネイだって。はい、9パック目、はい、赤鬼両風。やったね、またホロととまた被ったカラクリ弁慶か。はい、10パック目、生ハゲ被ったね。と勝負師集大。11パック目、はい、大釜かぶったね。と吹雪姫両方倒りました。はい、最後の12パック目、本当はパパの番だけレーシングいいですよ。12パック目、はい、土蜘蛛炎症と釣られたら丸かぶり。はい、それでは今回出たメダルを見ていきましょう。はい、まずこちらがヌエバチョウとひもじいコーチューですね。はい、はい、青いメダルだね。うん、うん、次がロボニャン F 型長軍と生ハゲ長領ですね。はい、はいはい、もう三国志わかんないからさ、うん、読み方が難しいよ、はい、カッパカコウトンとカラクリ弁慶天衣。はい、吹雪姫少卿とつられ太郎丸カンネイ。勝負師正体と大釜炎術。はい、ノーマル最後が土蜘蛛炎症ですね。はい、でここからがホロメダルでウザピョン中達とメラメライオン長飛。はい、結構キラキラしますね。はい、小間次郎尊賢と赤鬼呂布ですね。はい、はい、そしてこちらが最後の武将レジェンドのジバニャンリュービーですね。はい、素晴らしいですね、これね、はい、黄金だね、うん、めっちゃかっこいい。ではこちらの妖怪ゲラポスティーニ妖怪三国志大辞典、こちらも開けていきましょうか。はい、はい、ステッカーで今回のこれ大辞典になってるんだけど、これ自体もあのでっかいバインダーの方にしまえるみたいだね。はい、うん、これはこれでこのセットになってるからいいね。うん、これくっついてんの。あ、くっついてる、くっついてる。あ、これはありがたい、ありがたい。そしてこちらもついてましたね。これが冬にゃん早々、これも武将レジェンドですね。はい、はい、同じように黄金でございますね。はい、はい、そうそう。はい、では音声確認していきましょう。はい、ちゃんとバージョン4になってますね。はい、ではまず釣られ太郎丸館内からお願いします。はい、セットオン。おお、ちゃんと言ったね、ちゃんと言ったね。今のが三国志のやつなのかな。うん、あ、カッパカコートン。はい、セットオン。さっきと音楽違うね。うん、ひもじいコーチセットオン。久々。はい、
生ハゲ調料セット、はい、オン。炎症セットオン。です。ふぶき姫表記。はい。レジェンドトゥーマン、ビキニジョク、フリチーカ、ベイベイ、ハハ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 、フリチー。あざーす。勝負師集大、はい、ヌエバチョウ。写真シュシュシュッつってんのこれ。カラクリ弁慶テイ、はい、ティンティンティーン。ロボヤフやったチョウン。こっからが掘るですね。はい、はい、赤鬼で掘る。目覚めないよ、超飛。また勇ましい。ジャジジジジジョーっていうのが面白いね。ウサピョン中達。尊敬、はい、
武将レジェンドですね。はい、お願いします。ふうゆにゃん、そうそう。はい、ふうゆにゃんから。はい、別名はふうゆにゃん、そうそう。さあさあ、なるほど、はい、偉人レジェンドじゃなくて、偉人じゃなくて武将って言ってたね、うん、その代わりにね、うん、なるほど。最後はジバニャンデュービー。はい、はい、ということで、全部聞き終わりましたね、はい、お疲れ様でした。はい、はい、それではですね、こちらの大辞典に今回出たメダル全部しまっていきましょうか。はい、はい、はい、それではメダルしまってみました。ちょっと反射しちゃって分かんないかな。残り出てなかったのはブリー隊長カンウとオロチ醤油、はい、ウィスパー孔明と、はい、キュービー純育、はい、の4つでしたね。はい、惜しかった。はい、うん、で、コマさん、孫作は、これは、ゲームについてくるメダルみたいだね、はい、こちらまだ持ってないんで、これはまだ持ってないですね。はい、それでこちらに妖怪三国志の勢力図なんかが書いてありますね。はい、なるほどね。これは義と他と語と職だって、こういう軍に分かれてるんだろうね。うん、うん、三国志本当知らないからさ、うん、ちょっと申し訳なかったね。こんな感じで収まるようになってます。これもなかなかいい絵だね。うん、はい、これです。はい、はい、ということで今回は妖怪メダル三国志でした。はい、今日もですね、ずいぶん長い動画になってしまいましたけれども、はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてですね、今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧に、はい、マイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルではツイッター、フェイスブックページ、インスタグラムもやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。